せっかく会えたんだし、みんなでお店回りたいな。来た。練習の成果を見せる時だよね。ほら、アリサ、勢い勢い。ランちゃんとひまりちゃんは何してたの？買い物。そっか、買い物か。そうだよね。さっきファミレスで練習した通りの会話になってる。やっぱりランちゃんってクールなだけじゃなくて豪華なのかも。ん？リサ先輩、どうかしたんですか？いやいや、なんでもないよ。行きたいところはあるかな。私ちょうどこのキャンディーショップに行ってみたいと思ってたんだよね。もう少しここ見てもいいかな。けどアリサたちはもうこのお店見てるんでしょ。私たちだけの都合でそれは悪いって。ランちゃん優しい。コウハ、リミ口から漏れてるぞ。私たちももう少しこのお店見たいなって思ってたから全然いいよ。一緒に見よう。本当？ありがとう。私このお店気になってたんだよね。何かいいお菓子あった？この大きいチョコとか。おお、すっごい大きい。顔が隠れちゃうね。チョコ好きな私でもこれは一人じゃ食べきれないよ。関西出身だったよね。関西弁かわいい。そうなんだ。たまに関西弁が出ちゃって恥ずかしい。なんだよリミ、もうひまりちゃんと仲良くなってるし。やべ、なんか話さなきゃ。私だってランちゃんたちと仲良くなりたいし。ランちゃんは好きなお菓子とかあるの？私はその甘いもの興味ないから。え、甘いものに興味ない？やっぱりランちゃんって硬派。甘いもの苦手なの？まあそうかな。アリサは？私は実は和菓子とかの方が好きで。へえ、そうなんだ。うち門弟さんたちとかからよく和菓子をもらうんだ。いいな。そっか、ランちゃんの家って華道の。そう、和菓子さすがに毎日は食べられないけど私も結構好きだな。そっか。やべ、また会話が途切れて。何話そう。私その盆栽が趣味で、華道とはちょっと違うけど。ううん、リミもアリサもいい感じで話せてるじゃん。私の思いつき正解だったみたいだね。リサさん、さっきからなんで一歩引いて私たちのことずっと見てるんですか？なんかちょっと怖いんですけど。え、怖いってひどいな。私はただ先輩としてみんなを見守ってるだけだって。リサさん、マジで怪しすぎる。アリサにもそう見えるよね。え、いやどうだろう。もしかしてアリサも何か隠してる？隠してないって。別に怪しい。リサさん、アリサ言って。圧がやばい。ラウン、何してるの？そんなにリサ先輩に詰め寄ったりして。リサさんとアリサ、何か隠してる気がするんだよ。そもそもリサさん、私たちに口止めしてきたし。リミ、どうしたの？もしかしてリミもグルとか？ちゃん、ちゃんじゃなくて、違う。
やっぱり怪しい。リサさん、観念して話してください。わかったわかった、話す。